時矢のサークルの手伝い。でもそれを言ったところで通じなそうだ。おそらくこの人はコスプレ目的で本を買いに来たわけではないのだろう。ああ、そういう目的別があるのか。もはやオタクの最低の楽しみ方って同人誌の一枚岩じゃないんだね。このカメラマンが崇拝するマルさんとやらはさぞかし人気で有名な方なんだろうな。TL で見たことあるかなと思い、遥か遠くの列の先頭を覗いてみた。え予想外の美少女すぎる超雪景色ちゃんの面影あるんだけど、もしかしてアスミってことないよなでもおっぱいのサイズアスミなんだよなもう全ヒロインに吸収されまくったおっぱいが今目の前にあるんだよな。え、ちょっと雪景色ちゃんとか雨の晴れ間ちゃんとかそういう二次創作系を抜いたらダントツで好きかもこの女の子。超壁に刺されまくるんだけど、なんでお前ら無言どっちか喋れよ。まあ、どっちが喋ってもおかしいけどさあれその反応ちょっとアスミの路線出てきたよこれ。絶対知り合いにばったり会っちゃったの顔だもん。あれどこかで見たことあるよな主人公すらも既視感覚えているもんね。がっつりメイクしてるし、ウィッグ被ってるから、はっきり顔は見えないんだけど、ん？なんだろうこの既視感。まあ可愛いし、人気あるみたいだし、大量にリツイートされた写真が TL に流れてきたのかな？その気まずそうな表情絶対アスミじゃんもうアスミしかその顔しないもんあ、今一瞬目があったと思ったら、すぐさま目をそらした。ちょっと妙なところで誘いなこいつやりにくいんだろうな、アスミ過去狩りはその挙動で確信した。あの子は俺を知ってる。俺もあの子を知ってる。どこの誰かは知らないけれど、この距離で俺を俺と認識できる程度にはお互いを知ってる。じゃあ限られるじゃん。彼女側はわかんだけど、お前がそこまでの関係性を持ってる人間なんてこの世に数人しかいねえだろ。そこで俺は全てを察した。彼女は俺の身近な人間で、知人である俺にコスプレイヤーだと知られたくないのだ。仮にこれアスミだとしたら、さらに大物感増すねここで引いてあげるのが優しさなのだろうけど、気になりすぎるから無理だった。もうちょっと近づいてみようこういう時ってコスプレイヤーさん逃げられるのかなちょっとお花摘みにってことできるのかな。こらお前、何前の方行こうとして。ごめんなさい、今日の撮影はここまで、解散でーす。声絶対アスミじゃんちょっとイケボ風に仕上げてはいるけど、若干雪景色ちゃんボイスっぽい感じもあるもんね。体調悪くなっちゃったのでちょっと休んできます。みんなごめんね、また混み窓でー。随分勇ましいなアスミじゃないのかちょっと不安になってきたよ。ざわめく長蛇の列を作るカメラマンたち、中には不満を漏らす奴もいたけど、大体は体調の心配をしていた。愛されてるんだねこういう界隈の人たちが 100% 不満じゃないっていうのが、もうすでにこのマレさんの人柄の良さっていうのを強く主張してるよね。場所変えてもいいかな。え？ヒロム？喋り方がヒロムすぎる。確かにはみ出しクリエイティブに出てくる女の子の中で金融キャラアスミ以外にヒロムがいたわその愛されてるマレさんは今俺の袖を恐る恐る握っていた。ガチ知り合いだこれ周りのオタクたちの目が一番怖いなこれなるほど、正体に関わる話をしたいと人に聞かれては困るのだろう。それなら移動に応じよう。ヒロムコスプレイヤーもできるとか、どんだけ多彩なんだあいつマレさんと知り合い。おいカメ子、さっきまでの伊勢どこ行ったんだよひれ伏せ。マレさんの知り合いだぞこっちそら。まるで恋人のように抱かれた腕を引かれながら、俺は会場の一角へ連れて行かれた。混乱してるんだろうけど、かなりの密着度だ。大胆だなこの女の子まだ女の子だと思ってんのかこいつ。声聞いて気づかないもんなんだね。でも本当に誰だ。クラスの誰かだったりするのかな。それとも以前に生徒会のシンポジウムで顔を合わせた生徒会長の誰か。こんだけレベル高かったら顔出演するってリリコ以上の強者生徒会長だろそいつは。ここ最近ミニキャラ多いねちょっと幸せな空間ずっと続いちゃうな。そんなことをぼんやり考えていたら、男子トイレに連れ込まれそうになったので慌ててブレーキをかけた。いや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 これもうお外でセックスの OK サインみたいなもんだもんねでもその格好でヒロムは男子トイレに入っちゃうの？ウィッグ外したところで女の子に勘違いされるから、女子トイレで着替えてもいいんじゃないかと思うけど。なぜにトイレ？誰にも会話聞かれたくないから。あーヒロムだアスミの声変える能力が高すぎるからアスミだと思ったけど、聞けば聞くほどヒロムだわ。それはわかる、それはわかるんだけど、ここ男子トイレ。でも僕目立つから他のどこへ行っても二人きりになれなくて、着替えないと外にも出られないし。他のどこへ行っても二人きりになれないのにこの会場のトイレ使うの絶対目撃されるよねそれ。チャンネル登録、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で、バイバーイ。